セントマ州大聖堂セントマ州大聖堂、別名、首都聖魔隊大聖堂は、アメリカ合衆国ワシントン DC にある大聖堂で、カトリックワシントン DC 広塚佐教区の司教座聖堂である。大聖堂の内部セントマ州大聖堂は、イエス・キリストの首都聖魔隊が、鳥税人であったので、公務員の守護聖人となり、彼に捧げられている。この聖堂は、 ワシントン DC の中心地であるホワイトハウスから北へ7ブロック、それから西へ2ブロックという比較的近距離にある。現在の建物は1893年から1913年にかけて建築され、1939年に整別されて、その時にワシントン DC 広塚左京区の主教座制度となった。設計は、 シーグラントラファージでネオビザンティン建築を加味したロマネスクリバイバル建築である。1974年アメリカ合衆国国家歴史登録罪の指定を受けている。ケネリ大統領の国葬で彼の筆銀が置かれた場所ワシントン内聖堂に次いでアメリカ合衆国の要人の国葬が行われるところでこれまでフィリピンのマニュエル・ケソン初代大統領ジョセフ・マッカーシー上院議員。 ジョン・エフ・ケネディ大統領などの葬儀が行われた。ヨハネ・パウロ2世教皇の1979年ワシントン DC 訪問では、ここでミサが行われた。ウィリアム・レンキスト連邦裁判所主席裁判官の葬儀もルーテル派で行われた。ありがとうございます。